リテンションバニッシュ10日目とといううことでね、えー、もそそろそろ終わりの時が来ましたね、まあ、リテンンシションバニッシュの次はね、えー、何を極めようかちょっと考えてはいるんですけどもコインマジックだけじゃなくてね、まあ、トランプマジックもね、えー、極めたいところっていうのは結構たくさんあったりしますので、まあ、そういったところを極めてみるっていうのもね今後いいかもしれませんね。 えー、ということで、ねえー、12日目なんですけども、えー、リテンションバニーしね、えーまあ、この角度でもね、一応できるんですよね。ちょっとね、えー、いつもよりカメラの角度が上がってますけども、この角度でも多少問題ないですね。はい。まあ、あのー、角度にね、こう強くね、えー、しておきたいっていうところが、まあありますから、まあ、どの角度でも、まあ、対応しきれるようにね、まあやっていくっていうのがね、 まあいいんじゃないかなと思いますね。はい。消しました。ね。えー、右手にはないですね。えー、左手から出てきます。もう一回きますね。消しました、えー。左手にはありません。右手にも当然ありません。はい。左手から出てきますよ。ということでね。ちょっとワイプとクリーンと合わせてみましたね。 で、他の消し方もいろいろあるんですけども、ただこれはリテンションバニッシュには近いことは近いですけどもね、まあ残像が残れば、まあリテンションバニッシュということができますので、ここまでこう来てね、まあこういう消し方があるんですけども、はい。はい。まあ残像は強いんですけども、まあリテンションバニッシュとはちょっと違うので、まあこの辺はね、あれなんですけども、まあリテンションバニッシュってもともとこういうのなんだよね、こうね。はい。こうね。 分かりますかね、ここね、こう切ってね。ね、これで、まあ消えてる感がね、より強まっていくということですね。で、まあ映し替えて、はい、消えましたと。右手からもないよと。で、左手から出てきますよと。ということでね、えー、本日も最後までご視聴ありがとうございましたということでね、えー、皆さんのコメントを大募集しております。 一応ね、まあ、うまい下手に関わらずね、まあ、コメントをこう拾っていこうかなとは思うんですけども、まあ、マジックはね、まあ、技術でね、まあ、うまい下手って決めるっていうことじゃないんですよね。まあ、なるべくね、まあ、あの、まあ、失敗がないように、まあ、取り組んではいますけども、まあ、お客様をこう、楽しませるというところではね、まあ、失敗もね、含めて、まあ、これをね、やっていくっていうのは、まあ、マジさんにとっては大切なことですよね。 あのー、まあ、あ下手でもね、う、え、ま、ー、いでも、まあ、どっちでもいいんですけども、まあ、お客様を楽しませることができなければ、それはプロとしてどうなのかというところですよね。まあ、お互いね、えー、マジックをやってる人はね、えー、ちゃんと必ず敬意を払ってね、えー、いけるようね、えー、まあ頑張っていきたいと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。 えー、ということで、最後まで皆様ご視聴ありがとうございました。で、もしね、皆さんもね、えー、マジックやっているのであれば、このリテンションマニスをね,、えー、ね、2週間やるっていうのもね、ちょっと飽きるかもしれませんけども、ちょっとやってみたっていう動画でもいいのでね、えー、見させていただければと思います。それということで、ご視聴ありがとうございました。<music>